総括事の久保です。例のね、二階幹事長、菅総理を中心とする8人会食、杉良太郎さんとかね、美濃門太さんとか参加したというあの8人会食、いや、二階幹事長が言い訳している動画が見つかりましたんで、ちょっとご覧ください。どうぞ。別に8人で会っただけで会食っていう、そんなことを特にやったわけではありませんからね。飯を食うために集まったんじゃないんですよ。でも飲食店でお食事は共にしたら、それは会食ではないのですか？飲食店でやったって言ったで、その飯を食うために集まってきたんじゃないんですよ、うん、ただそこで会合その時間に出会ったっていうことですよ、うん、そのなかなかその人たちをみんな集まって出会わせるっていうことは不可能でしょ、普通の時には。でも多分若い人たちはその、うん、自分も感染したら無症状だったり、感染しても大したことないかもしれないけれども、自分が媒体になって他の誰か重症化しやすい人を感染させてしまうのではないかというふうに考えて、まあ3人だろうが4人だろうが、普段やってる忘年会すら我慢しようって思ってる人もたくさんいると思うんですよ。そんな中で国のトップに近い人たちがこの言ってることとやってることが違うと、なんだ私何のために我慢したんだろうって思っちゃう人がいてもおかしくないと思うんですよ。どうですか、この二階さんの見苦しさ。テレビに出てるんですよ。恥ずかしくないんですかね。いや、恥ずかしくないからできるんでしょうね。ある意味プライドを捨てろって言いますけども、プライド捨ててるからこういうふうになれるんでしょうね、きっとね。まあ羨ましい限りです。やっぱりね、政治家になると見た目とか気にしちゃったりとか、かっこよくやったりとかね、正義を貫きたいっていうフィルターが、まあ多くの方を出世から遠ざけてるんでしょうけども、出世する人っていうのはどこまでもね、恥知らず、どこでも汚く生きていくもんなんじゃないかなというふうな気がしないでもないです。それにしてもこのね、インタビューをしてる女性の方は立派ですね。周りのおじさんが黙って下向いてる中でね、一人で果敢に食らいついてくれてます。まだこれ言われてますよ。もうちょっとこの女性のね、気高さというか勇気に対してちょっと称賛を送りたいですね。それに控え、日本のおじさんダメですね。権力にこうやって媚び打っちゃって。まあ続き見てください、どうぞ。会食を目的に出会ってるんじゃないですからね、うん、そこで出会って意見交換をするということを、この今の事態に対してもどう対応するかということなども考えてやってるんですから、全く無駄なことをやってるわけじゃないんですよ。